ブマックスプレゼンツ、ゆうすけ山本ムービングオン。こんばんは、山本ゆうすけです。ここからはゆうすけ山本ムービングオン。今週はキッス FM 神戸のスタジオを飛び出して、なんとミュージカルマイバケットリストシーズン5の稽古場からお送りしています。パチ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 。はい、いよいよ明日8月9日から東京浅草歌劇場で上演される韓国初のヒューマンミュージカルマイバケットリストシーズン5、リハーサルも大詰めを迎えています。で、せっかく稽古場からお送りするなら、ゲストにも登場していただこうということで、今週はこの方々に来ていただきました。どうぞ。はい、皆さんはじめまして、マイバケットリストで玩具役の四足と申します。はい、はい、伊平家役の高橋隆起です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、初なんですよ実は。はい、毎週毎週スタジオで収録してるんですけど、はい、こんなね、スタジオ飛び出して、あ、それが初、こう収録するっていうのは初で、初、僕ヘッドホンなしでこうやって喋るの初めてだから、あ、今皆さん多分伝わってないと思いますけど、僕ら3人マイクみたいなの持って喋ってます稽古場でカラオケみたいです。カラオケみたいちょっと変な雰囲気、初めてのね、僕は雰囲気なんでちょっと緊張しちゃうんですけど、今夜はこのお二方と、ミュージカルで共演してくれるお二方とちょっとこのラジオを進めていけたらなと思います。そしてもうミュージカルのことをたくさん、ちょっとマイバケットリストのことをちょっと話したいと思いますので、お付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここでメッセージを読んでいきます。大阪市のキッスネームプリンさん、ゆうすけさんこんばんは。マイバケットリストを東京まで見に行きます。初めてのミュージカル感激で楽しみです。ミュージカルを見る時の作法というか、こういう風に見た方がいいよ、こんなことはしない方がいいよみたいなアドバイスがあったら教えてください。どうです、どうですか、ミュージカル。はい、まあ、ミュージカル、まあ、歌あるじゃないですか。そうですね、まあ、普通のライブとは違うんで、うんうん、立ってはダメですそれはそうやな、はい、立っちゃダメです、はい、でも曲が終わったら拍手は、拍手とかね、最後とか、はいはい、最後とか、あ、それは暗転になったら、うん、拍手とかは大丈夫です。だ、あ、そうですね、はいはい、拍手とかは、そうね、それぐらいかな舞台とミュージカルとライブの差って。そうですね、うん、でもなんか一回その僕このマイバケに出演が決まると前に見に行ったけど、はい、ね、シーズン4、はいはいはい、見に行ったけど、なんかすごいお客さんもなんかこう笑いたいときは笑ったりとか、そうですよ、手叩きたいって手叩いたりとかしてたよね。はいはい、ちょっとなんかそんなに基盤なくても、なんか、あ、暗いところはちょっと落ち着くて、うん、と明るいところは笑ったり、うん、拍手したり、うん、まあ、自由な雰囲気です、ね、まあいいよね、二人はさ歌とかうまいしさ、え、拍手来るじゃん、ゆずけさんの方が上手いじゃないですか。俺歌下手だからさ拍手来ねえんじゃねえかって心配なんだよね拍手来ねえんじゃねえかってちょっと心配なんだ。あ、僕が客席で桜してくれるありがとうございます。いや、でも本当にあの、もうそんな決まったっていうものはない、立たないでください以上です以上はい、ラジオの前のあなたからメッセージをまだまだお待ちしています。メッセージはキッス FM 神戸のホームページのリクエスト&メッセージのバナーをクリック、ゆうすけ山本ムービングオンのメッセージフォームから送ってください。ボイスメッセージに協力してくれる方はメッセージ欄に電話番号も書いてください。スタッフが電話をかけてあなたの声を収録して番組でオンエアしています。それではこの後9時半までお付き合いよろしく。お送りしたのは四足さんの選曲で、ミスターチルドレンさんの365日です。はい、ありがとうございます。さて、いよいよ明日8月9日金曜日からミュージカルマイバケットリストシーズン5が東京浅草歌劇場で上演です。ざっくりとシナリオを言いたいと思います。ストーリーを言いたいと思います。韓国初のミュージカルマイバケットリスト、不良少年カングと余命宣告された少年ヘギが出会い、ヘギの死ぬまでにやりたい100個のバケットリストを2人で埋めていく感動のストーリー。去年2月の初演からこれまで計4回日本で上演され、今回が5回目です。僕山本裕介はカング役を演じます。で、四足も僕でしょう、カング役で、リュウキがヘギ役です。はい、そうなんですよね、トリプルキャスト、カング役3人、ヘギ3人、そうです、いろんな組み合わせがこう見れるので、また違いますね。
だから4足と僕初めて会ったのが1週間前ぐらいだもんね。韓国で、韓国で1週間前ぐらいに会ったばっかで、今回韓国行った時に歌と振り付けをなるべくちょっと入れて体に入れようっていう項目で韓国行ったんですけど、で4足そこで会っていろいろと振り付けも教えてもらい、今回振り付け指導でも入っているので教わってるですかね。でもまあお芝居で絡むことがないので、はいはい、うん、だからこれといってね思い出もなく韓国暑かったですねまだ実は3回目4回目ぐらいなの。そうですね。でも韓国行った時とか一緒にご飯ね、そうですそうです、食いたいとか、コムタン、コムタン、コムタンと、うん、あの麺、うん、その麺も食べて、うん、でもなんか多分忙しいっていう体でさらっと振り付け指導終わったら帰って後ろ姿は見てましたけどね。寂しかったんですか。ちょっとで、まあ、もう一人ね、シーズンだから4の僕、それこそ僕が見に行った時にヘギやってたそのインジュンって子がいるんですけど、インジュン出ないんですよ、この5に。5に。なのに韓国で俺やつとずっと一緒にいましたからねそれなんか教えてもらってたんですか。うんうん、普通みんないねえからプラそのご飯とかも多分本当はね向こうは母国でしょ、うん、帰って友達と遊びたかったりとかちょっとゆっくりしたりとかあると思うんだけど、多分俺いたから気使わしたのか分かんないけど夜ご飯とかも付き合ってくれたりとか、韓国で誰ともキャス同じキャストと食事してないかもしれないです。だからこれといったなんか思い出もないんですどうですか、うん、初めて会った印象とかお互いのちょっとそういう話聞いていきたらなと。僕はまず高橋隆起君をまず写真見て、そして年同じ年を聞いて、あ、よかった、うん、今回は友達がいる、うん、そして安心しました本当に安心。友達がいる友達がいる東京、日本来て、うんうん、稽古場でいつもお兄さんとか、あ、はい、友達がなかったんですけど先輩とかいう感じがはいはい、そうだよね、韓国ってちょっとなんかその年上の人やっぱり立てるっていうね、先輩っていうのは後輩、それがあるんですけど、うん、今回高橋君とは同じ年だから、うん、安心しました、はい、そうです、友達的な感じでね、はい、あれ、二人って共演するんだっけ。ないです、しないですしかも今日2回目で す, そうです、昨日会って今日2回目ですそうなんです、実はトリプルキャストでしょ、でいろんな組み合わせあるでしょ、このねヨハンソクとリュウキペアっていうのが実は1回もないんですよ、声がないですだからなんか昨日稽古場で2人がこうハモって歌ってたんですよ、うん、すごく素敵なハモリだなって俺聞いてたんですよ、でもこの二人のペアねえんだろうな安心しましたかいやすごい素敵だったの、二人のハモリがね、なんかすごい素敵だなと思ってたんだけど、心の中でまあまあ共演ねえけどなって思って悪いユースケが出てたんですよいやでもいいよね、でも本当に共演はないけど昨日も仲良さそうになんか、はいはい、はい、いろいろ初めましてなのになんか仲良さそうに教えてもらったり話してた僕ですか。僕もうゆうすけくんはもう前からもう知ってるので、もう本当にもう僕この顔好きなんですよね。今日寝起きなんでちょっとあんま見ないでくださいもう本当にもう今日寝坊したから、憧れの先輩みたいな感じで本当にもうミュージカル一緒にできて本当にすごい楽しみで、はい、でまあ、今回も、5公演中4公演がゆうすけくんとなので、いろいろ盗みながら頑張っていきたいと思います。はい、はい、ありがとうございますずいぶん低めの声で言って、ありがとうございますで4足くんは本当昨日初めて会って、うん、すごい歌とか、ダンスするシーンだとかすごい丁寧に教えてもらって、で同い年ですごい本当に仲良くしてくれて、
まあこれからもちょっと仲をどんどん深めていけたらいいなと期待します。はい、ただね、もう本当にヨンソクさんはね、もう実はシャイなんですよ。テレアさんで可愛い一面もよくあって、でリュウキはマジで人見知りなんですよ。でも慣れてったらこう仲良くなれるタイプなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではここで高橋龍之さんのリクエストの曲をおかけしましょう。リブマックスプレゼンツゆうすけ山本ムービングオン、今週はキス FM 神戸のスタジオを飛び出しまして、ミュージカルマイバケットリストシーズン5の稽古場からお送りしています。でここでちょっとお二人に質問をしていこうかなと。はい、龍之はこの世界に入るきっかけってジュノンボーイコンテストでしょ。そうです、俺と一緒で。はい、ジュノンボーイは誰が応募したの？ちなみに俺は親。応募したのは、まあ親って言えば親なんですけど、うん、なんか僕その前にその歌とかダンスとかそういうなんか憧れていて、うん、昔アクターズっていうそのスクールに通っていて、でその時、まあ、そういうことをやっているのに、うん、結構人前に出るのが、うん、結構苦手というか、うん、なんかこう恥ずかしいなみたいな、うん、で親にこういうコンテストジュノンのコンテストがありますよ、受けてみないって言われた時に、うん、いやちょっとなみたいな感じで返事したら、いやじゃああなたは何のためにじゃあ今アクターズ行ってるんですかみたいな、うん、普通に言われて、あそうだなと思って、うん、じゃあまあちょっと受けてみようかなっていうそういう軽い気持ちで返事して送ったっていう感じですかね、うん、あじゃあもうやっぱ歌とかダンスが、あ昔から好きでした。やってたしやりたかったんだ、はい、もともと歌とかダンスやりたかった。いや今楽しいでしょう。めちゃくちゃ楽しいですね。ウィントゥウィン、そうウィントゥウィン、めっちゃ楽しいでしょう。めちゃくちゃ楽しいですよこれ。ちょっと 前というか1週間2週間前ぐらいにマレーシアでも、うん、行ってたね。はい、あれライブしに行ってたんですよ。マレーシア、マレーシアで、えマレーシアのコンサート集まんの？コンサートっていうかジャパンエキスポっていうあイベントがあって、うん、そのジャパンエキスポっていうのがもう本当なんか日本の文化を伝えるみたいなイベントで、うん、で本当出演者も本当日本の方たちが出て、うん、もうすっごい大盛り上がりでした。あそう、いいの。めちゃくちゃすごかったです。こっちはこっちで韓国で稽古やってたのにマレーシア行ってたもんな。いや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 、でもその分めちゃくちゃ不安でしたから。ああお芝居がね、みんな韓国でやっているのにマレーシアでライブやって、うん、もう稽古ね、ホテル戻ったらもう見て、うん、飛行機の中でも、飛行機の中でも見てっても大丈夫大丈夫、韓国行って稽古してても不安だったから大丈夫。まあそんな感じ、ちょっと頑張ってます、はい、ちょっとなんかある、キンキンのなんかちょっと言っときたい、宣伝していきたい。キンキン8月の10日にですね、あの神宮外苑花火大会あるじゃないですか、うん、ライブがあるんですけど、いろいろな素敵なアーティストさんが出るんですけど、それのオープニングアクトをですね、すげえな、今回ちょっとウィントゥウィンでやらせていただくことに、いいじゃん、なりました。あのクソ暑い中やんの。クソ暑い中お外で神宮の花火大会、本当にさ楽しいし面白いしさワクワクするんだけどさ、まあクソ暑いよね。もう人もたくさんいますし、タクシー拾えねえし囲むし、でもいいじゃん。はい、ちょっとこのチャンスを無駄にせず、ちょっと頑張っていきたい。関西のね、この関西圏のラジオ番組なんだけど、これラジコとかで東京の人もいっぱい聞いてるから。あそうなんですか。ちょっとぜひあのウィントゥウィンを見に、8月10日神宮外苑花火大会のオープニングアクト、はい、ウィントゥウィンやるそうなので見に行ってください。よろしくお願いします。で四足どう。はい、四足はもう昔からアイドルというか、そう、歌手に、はい、もともと歌手、中学生の時から歌手が夢、うん、でした、うん、だからもうボーカルアカデミーとかも行って、うん、アカデミーのそのボスいるんじゃないですか、そのボスが、あ、ヨンソクアカデミー対応してちょっとオーディションやってきてねって、あ、わかりました、行ってきます。その時から今ヨンソクがなりました。はい、でもなんか向こうのなんかそういうスクールとかでなんかすごい大変って言うじゃん。はいはい、なんか
テレビでしか聞いたことないような話だけど、よく聞かない？めちゃめちゃ聞きます。韓国ですよね、うん、デビューするまでがすごい地獄のようにこうレッスンしたり何やりとかって大変だって言って、はい、あった。その時期も大変だった。はい、はい、大変でした。僕、まあ練習室もあるんじゃないですか、うん、練習室で夜中3時4時まで練習して2時間寝て6時起きて学校行ったり、うん、学校終わったらまた練習室戻って、そしてあ卒業も大変だったし、うん、なんかやっぱり学校を行かない時もあるんじゃないですか、うん、だから少し危なかったし卒業する時も、うん、でも K-POP アーティストってみんなさ一人一人のポテンシャルはさすごいですね。その何させてもさ、歌させてもダンスさせてもさ、じゃあだってさ思わない？俺たち日本人だからさ日本語さ普通にこう話せるのはさ、はい、当たり前なことじゃん俺たちって、はい、でもさ彼らはさ普通に歌と踊りとお芝居してそれプラス外国語だよ、いわゆるそれをやんなきゃいけない、それができちゃうのがやっぱポテンシャル違うよね、うん、俺らとまず作りが違うよね脳みその。多分しかもそこが多分一番大変ですよね、うん、その日本語、うん、今回にしたらだからよっぽど俺ポンコツな体なんだよ歌、ダンス、言葉、芝居だろ俺その4つのうち歌ダメだろ、ダンスダメだろ、で日本語めっちゃ噛むやろだから4分の1しかできてないわけよ芝居しかできてないからすごいよね、みんなそのポテンシャルの高さは。俺本当思う今回みんなと一緒にやって、いやさすがにちょっとそのなんだろう日本語がちょっとまだ苦手なんだろうなっていう子もいるよ。でもそれ以上にやっぱそれをやってること、挑戦してることっていうのがもう俺は本当素敵だなと思うから、うん、いやでもすごいよポテンシャル彼の、うん、ありがとうございます。僕は偉そうに言ってるけど超偉そうポテンシャル低いやつがすごいよ彼のポテンシャルはとかってではここでヨンソクさんの2つ目のリクエストの曲をおかけしましょう。ワンオクロックで Wherever You Are。 山梨県北杜市の17歳高校生キスネームのんのんさんからのメッセージです。ゆうすけくんこんばんは。ゆうすけくんが大好きな高校2年生です。突然ですが私の夢は警察官になることです。憧れが10年近く続いて本格的な夢になりました。ゆうすけくんは小さい頃になりたかった職業とかありますか？僕は小さい頃でしょ、僕幼稚園の先生になりたかった。幼稚園、そのちっちゃい子が好きだったから、だから幼稚園先生になりたいって。でテレビとかでもなんかこうやってたの、幼稚園のドラマとかが。だから高校生ぐらいまでずっと幼稚園先生になりたかった。へー、嵐の桜井くんがなんかやってたのよ幼稚園先生のドラマ。それ見てもう、あもう絶対俺なるっしょみたいな。え、じゃあそのために何かやってたんですか？特に。あ、特にあ、そうなんですね。特に絶対俺なるっしょとか言いながら俺工業高校行ってたからえ、なんかちっちゃい頃慣れた、あ、ちっさ、でも昔からやってるもんね。いやー、は小学生の時は、うん、僕も先生でした。僕、運動先生、うん、体育の先生。あ、はいはいはい、うん、僕、6歳から泳ぐやって、うん、そして陸上、うん、今、陸上も高校生までやって、うん、はい、まあずっと運動やって、あ、俺は、うん、先生になりたいと、なりたいと、はい、うん、思いました。僕ですか？あ、あの、ちっちゃい子なりたかった、ちっちゃい時なりたかったの、うん、僕動物が大好きだったんで、うん、ムツゴロウになりたかったです。ムツゴロウ？ちょっと待った、ムツゴロウ？ちょっと、はい、ねえ、四足わかんないから、ムツゴロウ。ムツゴロウわからないですか？動物のその先生？先生じゃない、あの神です。あの、知らない、ムツゴロウ。ムツゴロウ知らないです。いや、ちょっとあのネットで後で調べてみてよ。見せて見せて。分かりやすく言うと犬とか、はいはい、まあ、いわゆる、じゃあ何だろう な動物が大好きなのよ、はいはいはい、もうとにかく好きなので、なんかトラとか、はいはいはい、なんかそう犬のちょっと大きい犬とか、ライオンとか、うん、そういうやつら
怖いやつらにも、はい、よし来い来い来いよし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 ってでこうやってやるんですよ。そうムツゴロウが。ムツゴロウになりたかった。はい、小さい時は。稼げんのかなムツゴロウ。確かに。確かに。どうなんですかね。でもムツゴロウがすごい好きでした。だからウィントゥーウィンの高橋隆起はムツゴロウになりたかった。ムツゴロウ。俺らは先生。先生。こんな感じでいいですか。のんさん大丈夫ですか。のんのんさんこんな感じでね、ちょっと僕らちょっと最後隆起がふざけましたけど。皆さんあのメッセージをまだまだお待ちしております。キッス FM 神戸ホームページのリクエスト&メッセージからムービングオンを選んでメッセージホームから送ってください。ミュージカルマイバケットリストシーズン5リハーサルと上演がしばらく続くということで、来週再来週もこの楽屋からお送りさせていただきます。来週はどんなゲストが来るのか。俺かな。一人向こう側でウィントゥインの他のメンバーもいるんじゃないですか。ウィントゥインの他のメンバー一人来週参加するであろうキャストが後ろで寝っ転がりながら後ろで携帯いじってます。待ってます待ってます。誰が来るのかお楽しみですね。そうです。本当にあのね8月9日からあの19日まで、いろんなキャストで、はい、あの毎日上演しますので、興味がある方、そしてもうチケットがもう取ったあの、ね、予約した方、本当に楽しみにしてもらいたいなと思いますし、来てもらえたらなと思います。はい、ではまた来週木曜夜9時にサウンドクルーは山本裕介と四足高橋隆起でした。